佐藤、ベース踏めず。阪神佐藤輝に痛いミスが出た。1対0の初回、2アウト1、2塁で DeNA 牧の打球は三遊間へ。ショート木浪が処理し、三塁へ送球したものの、サード佐藤輝がベースを見失い、踏むのが遅れた。スリーアウトチェンジのところが一転、2アウト満塁のピンチに。記録は内野安打となった。先発マウンドの伊藤将司は続く、宮崎にセンター前2点タイムリーを浴び、逆転を許した。こいつ何回やらかすんや。木浪も悪いよ、ファースト投げとけばよかったのに。あの当たりでサードに戻れって無理よ。木浪のチョンボだよ、これは。木浪が足引っ張るね、守備といい、バント失敗とか。セカンド投げとけば、もっと余裕でアウトやったけどな。外野の方がええんちゃうの。って、シーズン中に何回思わせるんやろ。前川が離脱している間は外野を守らせた方がいいだろ。テルは外野や内野は無理、そうなると森下をファーストかサードか。ポケッとするな、タッチにも行かない、大山と変わった方が良い。このプレイは、完全に木浪の大チョンボ。セカンド封殺がセオリー。で、守備のミスがバッティングに影響したようなゲッツー。伊藤正のテンポ悪いからか、見えないエラー含め多すぎや。もし本当のミスならば、エラーした時は打てないイメージがある。ベースからだいぶ離れてたから踏むのは無理だろう。サトテルってプロと思えないし、もうええ加減使うのやめてほしい。まだ諦めたくないので。顔つきはヤンキースのジャッジみたいな顔をしているけど、ジャッジみたいにならない。佐藤は野球脳が足りないんやろな。次どうするかという準備、考えがないんやろ。もう気にするな。佐藤は打てばよい。